皆さん、明けましておめでとうございます。猪沢真奈美です。今日は新年最初の動画ということで、いろんなお話をしていこうと思います。新年なので、普段は遊んだり楽しいことをいっぱいしてきてるんですけど、今日はお話をする回ということで真面目にやろうと思ったんですよ。したらなんかスタッフさんがお菓子とかね、飲み物を用意してくれるっていうからね、どんなのが来るんだろうと思っていたら、こういうなんかよくわかんないチーク菓子がめっちゃ入ってて、あんまりパーティー的な感じではないんですけど、私これやってみたいから、これやりながら喋ります。飲み物はなんかこれはゼリーでしょ、これはモンスターでしょ、これは練乳ですねこれ何につけるために買ってきたんだろう。練乳は飲み物じゃないのに、これ飲んでみたいな、飲んだことないから。あとはここだけ無駄におしゃれなお水じゃあストローもあるし、これ飲んでみよう一杯。ちょっと給食みたい。あ、美味しい、なんかヤクルトみたい。じゃあこれを作りながらやりますね。え、初めて見るよこういうの。なんかこれをする回じゃないんだけどえ、すごい2020年がどんな年だったかっていうのをね、皆さんとおしゃべりしていきたいと思いますけど、2020年は YouTube を始めた年でしたね。9月から始めて3ヶ月が経ちました。3ヶ月も経ったんだ、早いなですね。 YouTube は全然最初はやろうとかずっと思ってなかったんですけど、想像以上に YouTube をやってくださいっていうコメントとかメッセージとかがいっぱい来た。トウモロコシの元がにだったので始めてみたんですけど、 YouTube 見てくれる人が多くて、なんか変な感じがします。まだなんか全然始めたばっかりで、買ってもわからないし、動画もそんなに上げてないけど、でも毎回見てくれて、その見たよっていうコメントとかも結構チェックしていいねしてるんですけど、 DM とかでも送ってくれてすごいありがたいなと思っています。じゃあリンゴ飴を作りますトレーにハップ2杯の水、リンゴ飴の素。なにこれ、トレーってどのトレーだろう。ダメだ、わかんないなこれあ、トレー欲しいって書いてあった、これか。水入れるらしい。2020年にいろんなことをしてきたじゃないですか。 YouTube も始めたし、まあ、恋愛リアリティショーに出ることにもなったし、放送は終わったんですけど、いろんな経験をしたんですよね。なんか毎週そうやって、なんだろう、自分たちの素の部分を評価してくれたりとか、その感想を送ってくれたりとかして、それがすごい変な感じが最初とは最後までしてたな。なんか自分たちの行動とか、その恋愛面について、そんなに多くの人がこうした方がいい、ああした方がいいとか、応援してますとかっていう、なんだろう、自分のこの恋愛に対していろんなことを言ってもらえるっていうか、そういう経験が今まで自分の恋愛を公にするっていうことは一回もなかったので、それが一番大きかったかなと思います。今までも結構好きな人ができたりとか、彼氏がいたこともあったけど、別にそれを聞かれないし、話す場所もないから話さなかったけど、これ合ってるこれ切り離すのか全部、まあいいや。リンゴ飴型に入れるらしい。まあこういう世の中になったんで、皆さんに会える機会とかファッションショーとかが全部なくなっちゃって苦痛でしたけどけど、まあその恋愛リアリティに出たから会えなかった分、距離がすごい縮まったし、私を知らなかった人がフォローしてくれたりとかして、もう何万人もフォロワーが増えたので、いやそれは出てよかったなって、それが全てじゃないけど出てよかったなと思うし、なんか私のその言動とか行動とかで実際に好きな人に告白してくれたりとか、好きな人のことを誘ったりとかしてしましたっていう DM がすっごい多くて、皆さんにそういうなんか勇気っていうか、自分から行動したりとか思ってることを伝えることを私が後押ししたっていう形になってるみたいで、皆さんからするとね。だからそれがすごい嬉しかったですね。じゃあリンゴ飴は10分さ固まるらしいから、次はポテト作りますあ、2020年はやっぱり皆さんに会える時間が本当に少なくて、なんか決まっ
ったとしてもなくなっちゃったりとか、そういうのがすごい多かったので、2021年は会える年がいいですね、皆さんに。あ、やっちゃった。あー、バナナの方にポテト入っちゃった。まあいいや。こうドラコエも出たし、やっぱお芝居好きなんだってことに気がついたので、自分がなんでお芝居やりたいな、なんかできたらいいなとは思います。あ、やばい、匂いが、やばい、粉が、あ、やばいやばい。あ、救出したかっただけなのにぶちまけちゃった。これ指で押すんだって。これ触るのか。あんまり前向きじゃないな。YouTube と言ったらコラボ YouTube ですよね。まださちかとしかさコラボしてないから、4話さんが好きなんで、いつか4話さんに YouTube で会えたらいいなと思ってる。なんか洋服コーディネートしてもらいたい。あ、のんちゃんもいいですね。まだやってないじゃん。勝手にのんちゃんの YouTube にたくさん出てるんで、そろそろ出てもらおうかな。出てもらいたいと思います。つぶつぶトレーにつぶつぶの素。つぶつぶの素って何。これか。半分ぐらい入れます。トウモロコシのキャンディーを真ん中をスプーンで切りますか。え、20回こねるって書いたんだけど。やばい、これ図工じゃん。この形に整えよう。のんちゃんとだったら何やろうかな。お化け屋敷に入るとか。のんちゃん怖いの無理なんですよ。で、怖いの無理、絶叫無理だから。あとさ、あの人ゲーマーだからさ、ゲーム教えてもらうとかね。私できないから。富士急のお化け屋敷いいですね。私入ったことあります。ありますか。はい、しかもクリアした40分で。めっちゃ素通りしてった全部。ノーリアクションで。あ、いいね、そうしよう。絶対やばいよ。でもいいじゃない、やりますよ。富士急、私鉄橋無理だから、のんちゃんも無理だから、無理な星で克服しようとか面白そう。なんかご褒美作って温泉とかご褒美にして、富士急には近くにあるじゃないですか。面白そう。トウモロコシできました。じゃじゃーん。え、写真と全然違うんだけど。いっか、これで、これでトウモロコシ。トウモロコシピント合わせたの初めてだわ。トウモロコシのピント。あと私あれやりたい。なんか、え、全然わかんないけど、材料だけバーってあって、すっごい難しい料理名とか出されて、当てずっぽで料理するやつ。これやりましょうね、いつか。あと私が肉を食べるだけの動画と、寿司を食べるだけの動画と、ラーメンを食べ続ける動画。食べたい。え、待って、固ま…あ、ちょっと待って、リンゴ飴固まるよって書いてあるんだけど、固まんなかった、固まんなかったです。これみんな誰でも作れるんじゃないの。あれ、あんなに喋るのさ、我慢してさ、ずっとさ、リンゴ飴作り続けた結果、これ10分経っても固まんないけど。いや、ダメですね。だからこれでちゃんと測んなきゃダメなんだ。食べてみよう。味は絶対美味しいと思う。あ、リンゴジュースの味する。きっとグミになる予定だったんですよ。なんかゼラチンみたいな入ってたし、なのになんかジェルみたいになっちゃった。でも味はリンゴの味だ。美味しい美味しい。トウモロコシ、あ、これちょっとやめとこう、歯にくっつきそうや。チャンネル登録者数をね、増やそうっていうね、増やしましょう。1年後にまたどんだけ伸びてるか楽しみですよね。のんちゃんとコラボして絶叫系に乗らせることが来年の目標。あと私がいっぱい食べたり料理したりする、なんかちょっとバラエティーに富んだこともしてみたいなっていうことが一つ。このチーク菓子だけ やって終わってしまった。いや、だってこれ食べながらはできませんよ。このだってこれもさ作る系だしさ、これも作る系だしさ、どっちかしかできない、こんな難しいやつ。大事な話しようと思ったらさ、やったのにお菓子作るだけの動画になっちゃった。皆さんは2021年の目標は何ですか。もし書けることがあったらコメント欄に皆さんの目標も教えてください。私は2021年は健康で皆さんに会えることを、会える場所がいっぱい増えればいいなと思います。2020年を取り返すために楽しく過ごしましょう。今年もよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。いいお正月を過ごしてね。バイバイ。